本日の動画はメンテナンスです。2号機 DT200R37F のライセンスブラケットの改良です。経緯なんですけれども、プロップマンにですね、ライセンスブラケットの改造を依頼しました。なぜかというとですね、ブラケットとフェンダーが転倒にすごく弱いんですね。で、プロップマンに脱着容易な加工を依頼したんです。つまり、林道を走るときにはもうブラケットとナンバープレート外しちゃって、で、その移動時だけ取り付けると。で、それはですね、見事にやってもらえたんですよ。で、愛知と岐阜に遠征ツーリングに行って、一度も外れなかったし、何の問題も出なかったんですね。はい、で、そこまでの経緯を、一旦ですね、加工動画で振り返ります。どうぞ。続きまして、この、はい、テールのフェンダーですね。リアフェンダー。また、割れちゃったので、これをきれいに直して、ここもかな。今日はこのフェンダーだけ直せればよしとしておきましょうか。はい、こんにちは。プロップマンに来てます。またお願いに来ました。こいつが弱点なんですよ。帰りたい。これ弱点なんです、で、これに変えたいんです、でもそうするとね、ナンバーつかなくなっちゃう、なので、このここにあるこの4つ、1,2,3,4、穴が4つあるので、そこからこう何かを出して、で、ここにあるクイックファスナーでナンバープレートを付け外しがすぐできるっていう、そういうのを これとほぼ同じ位置につけてほしい。だから多分金属のブラケットがこの内側にさらにつくみたいな、そんなイメージをしてる。はい、これが4つ目。はい、これ作ってもらったライセンスブラケットですね。ナンバーがすぐ取れるようにっていう。で、これ持たないかもよって言われたんですよ。全然持たないかもしれないって言われたんですけども、今のところ大丈夫ですね。普通にちゃんと機能してますね。で、その短期間走行では、問題が出なかったんですけれども、はい、その修理を依頼してですね、それが上がってきた時に、はい、社長とですね、それからユータから、このクイックファスナー式はちょっと不安だって指摘を受けたんですよ。走ってる最中に落ちるんじゃねえかと。で、確かにそれもそうだなと。それからですね、落ちなかったんですけれども、実はですね、サスがフルボトムした時に、タイヤがナンバープレートを巻き込んで、で、ナンバープレートが2つにグニャって曲がったんですよね。半分に。で、このままだとナンバープレートが半分で、繰り返し応力で折れちゃうって思ってですね、ちょっとこれはなんとかせにゃいかんだということで、純正のブラケットを加工して、つまりですね、ナンバープレート保護のために純正ブラケットを、流用して、で、脱着方法は簡単なままって、こんなことができないかなということで、ちょっと改良してみることにしました。それでは本編どうぞ。プロップマンに作ったライセンスブラケットなんですけれども、ライセンス受けのプレートがないんですね。で、Amazon でここの部分買おうかなと思ったんですけど、このフランケンシュタイン仕様になったこいつもう捨てちゃうので、よく考えたらここ使えるじゃんと。ちょっと切って、これで。で、ここの部分うまく使えないか、流用できないかどうか考えてみたいと思います。切れました。切断完了しました。ちょっと構造物としてどこまで必要なのかが、今手元にブラケットがないので、今プロップマンに行っちゃってるんで、車両ごと、ここが問題っすね。この辺まで残すのか、それともここ切っちゃうのか。だからこの、はい、このいわゆるこう補強ですね、これどうすんのか、難しいな。ちょっと念のためここまで残しますかね。そうしましょう。ここまで切りました。で、ちょっとここからはブラケットの形状を見ながらじゃないとちょい怖いな。これ活かせるかもしれないので、ただこの厚みだと
そのナンバープレートを取って外してしまうときにこれ随分かさが出るよね。なんかリュックにポンってしまいたいって考えたときにこの厚みが果たしているのかっていう、それが若干心配ではあるな。ここまで薄くしました。はい、強度自体は結構保ててると思います。もう上部ですね、ここももう少しなんとか加工しなきゃいけないなって分かってるんだけど、それは、ブラケットと実車の実物を見てから加工したいと思います。で、なんかこの辺にこう穴でも開けて、でワイヤリングで、カラビナか何かつけて、で本体の方にフェンダーの方にくっつけたいですね。そうするとこう、クイックファスナーが取れちゃったとしてもナンバープレートがこうぶら下がって、で脱落して後からこう大変な思いはしないっていうことができそうな気がします。さっきから散々ブラケットないないって言ってるんですけど、結構主要なパーツ持って帰ってきてたんですよ、ナンバープレートと一緒。うん、これいけんじゃねえの、角度もほんとそっくりなんだよ。だからこことここに穴開けて、うん、それでこのクイックファスナーのメスをここにピッとこうさせるように、もうちょっと長さを調整すればこれがそのままコポンって外れるんじゃね、いけんじゃねっていう気がしてまいりましたぞ。ちょっと頑張ってみましょうか。ブロックマンが作ってくれたブラケットを参考にしながら自分でいろいろと加工しました。これでいけんじゃないかな。結局そのノーマルのブラケット、純正ブラケットを利用しつつブロックマンが作ってくれたステーに、このこの、はい、純正ブラケットの加工をした、このブラケットを、樹脂のブラケットをクイックファスナーで取り付けると。ちょっと今度施工してみましょう。車両が帰ってきたら。うん、これでうまくいくかもしれませんね。一応ここに穴開けて、このメスですね。クイックファスナーのメスが落ちないように後でワイヤリングしたいと思います。あとは、ここにも穴開けたので、ここにはですね、またここもワイヤリングもしくは紐もしくはチェーンなので、こう脱落防止。クイックファスナーがパーンと外れた時にナンバーがピョン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 と踊るけど、脱落だけはしないっていう、はい。まあそういうフェールセーフというか、それをちょっと考えたいと思います。今日は形成日ですね。このライセンスプレート、取り外し可能ライセンスプレート、はい、私のアイディアで、クイックファスナーで着脱式にしてもらったんですよ。これプロップマンに加工してもらったんですけど、その社長と言うたからですね、これ落ちるんじゃねっていう風に、結構愛知岐阜遠征ツーリングで落ちなかったんですけどね、結局。でも確かにそうかなと、うん、ひょっとしたらずーっとしてたら落ちやすいかもしれない。まあこうやってカチャカチャで、さっとナンバープレートが取れるので、まあこれをこうリュックに入れるとか、リュックにこうかけるとかすればね、ナンバーがぐちょぐちょにならないで走れる。一回もうなってるんですよ、ぐちょぐちょに。ここにつけてたら、直接つけてたらそのままね、落っこっちゃって、あ、落っこちゃって こいつに巻き込まれちゃってタイヤ。なのでもうちょいなんとかしたいよということなんです。ちょっといろいろ買ってきたので、はい、買ってきたのはですね、これです。ノブスター、こっちからこう手締めで締めて、両方とも
ていうのはどうなのと。ちょっとロブスターだと思ってた。これです。はい、これなんていうんだっけ？超ナット。超ナットですよ。手の力だけでググッと締めといて。落ちるかな振動で。ちょっとやってみましょう。こんな感じですね。ボルトを中に入れて、でこの超ナットで締める。ちょっとやってみましょうかね。完全に使い方間違えましたね。こっちから入れんだ。それでこのついてた蓋を、はい、ここからこうパチンって閉じるんですね。これでパチッと、うん、パチッと、あ、こうだ。ほら、こうやって、うん、それで、これ十分締まりそう。これなんかいけそうっすね。なんだかいけそうな気がする。ここが錆びちゃうかな。でも逆側からいけないんだよな。なんかいけそうっすね。でもこれよし、ちょっともう少し、はい、対策しましょう。ちょうどいい長さのビスがあったので、それとあとはスプリングワッシャーを、はい、この超ナットの方につけてあります。すごいですね。今までと比べるともうバッチリ。よし、じゃあちょっとこいつを命綱つけましょう。はい、このワイヤーとこのオーバルスリーブと、それからカラビナ、オーリング、このあたりでなんとかしたいと思いますね。うん、やってみましょう。うん、これでウォーターパイプライヤーでオーバルスリーブを、まあ、変形させて潰してはみたんですけど、まあある程度の楕円形になってますね。この一番先っぽのところで潰しました。でもこれでもまだちょっと不安があるので、そうですね、うん、電気用の、はい、で潰しましょうか。こいつが使えるかもしれないですね。これでぐちっと先っぽの方潰してみましょうかね。これでかなり潰れましたね。いいんじゃないですか。よし、 OK。 最後のところ止めましょうかね。ワイヤー止めたいなと。おっと、ちょっと足りない。ちょっと外すところをやりますね。これでリュックにぶら下げれば落とさないですもんね。はい、そしたらまああとは、あの林道だろうがオフロードコースだろうが、ほとんどナンバープレートがぐちゃぐちゃになるナンバープレートを気にしないで走れると、まあうまくいったんじゃないでしょうかね。うん、できました。はい、こんな感じ。あのナットってなかった、スパナとかメガネでネジを外してナンバー外しちゃいいんじゃねえのっていう人もいるかもしれないですけど、難敵はねこれなんですよ。これこれ、こいつが押すんですよね。ナンバープレートっていうのは、ナンバープレートはね、くしゃって曲がるだけなんですけど。
でもこれないとナンバープレートがすぐバタバタになっちゃうんで、でじゃあこれをネジで毎回外すかっていうとなんかサボりそうなので、はい、工具出さなくても回せるってなるときっと外すだろうと自分でも、うん、でしかもこのナンバープレートごとリュックにぶら下げられるんだったらなおさらもう外すだろうと、リュックの中入れなくてもいいですからね、はい、というアイデアでやってみました。ちょっとこれで使ってみましょう、どうなるか。続いてこれですね。これをですね、ちゃんとこうふさわしい位置に固定したいんですよ。したいんだけど、ちょっとこれもね、あんまり斜めにしたくないですよ。そんな、まっすぐでできればしたいんだけど、それは無理かもしれないけど。で、ここにタンデムステップつけてくれたじゃないですか、プロップマンで。こいつ使えねえかなと。ちょっとこれで、はい、ステイを考えてみたいと思います。良さげなのがありましたですよ。L 字金具。そう、こうすれば、ね、ホイールの方にも近づかないし。いけんじゃないこれ。ちょっとやってみましょうか。でもこれ、ホースになっちゃうのかなこの位置だと。そっか。ホースになっちゃうか。ホースを止めることになる。こんな感じにしたらね。ちょっとまあやってみましょう。めちゃめちゃ浅はかでしたね。この L 字金具。入んない。ボール、これドリルで揉まないとダメですね、この穴を。それからだ。でもそうすればいけそうな気がするんだけどなぁ。どうなんだろう。いけないのかなぁ。ちょっとやってみましょう。このワッシャーとこの L 字金具の厚さがほぼ同じなんで、ワッシャー抜いてこの L 字金具をワッシャー代わりにすればいける感じはしますね。やってみましょう。ではここの穴ですね、この穴を広げますね。はめてみます。じゃあ、あとはタイラックかなんかで固定しましょう、これ。うん、ちょっとこんな形で、ステイを工夫してみました。これでタイラック止めとかでいけんじゃないかな。ちょっとやってみましょうね。できましたね。OK じゃないですかね。はい。後ろからのクリアランスもちゃんとありますね。ホイールとの間の。まあ、なんとかなるでしょう、これで。まとめます。バッチリできたようですね。純正ブラケットを切断して、あの穴開けとかしてですね。で、あの買ってきたノブスターと超ナットで、工具不要の着脱ができるライセンスブラケットに仕上げました。で、これでですね、フルボトムした時にですね、ナンバープレートに直接タイヤが当たらないので、まあ、ぐるぐるってこう、まあ、ナンバープレートみたいに柔らかくないですから、直接こう巻き込んでいくっていうようなことはなさそう。打撃は軽減されそうだなっていうふうに思います。それから落下防止の命綱も一応つけました。はい。ノブスターと超ナットで結構ギュッて締められるんですけどね。それでもやっぱり落ちることあるだろうなと思いましたので、ナンバープレート落とすと本当に大変ですからね、もう。だから、はい、ケーブル装着しました。で、それ以外の、作業として、リアブレーキのリザーバータンクもですね、ご覧のように、はい、固定できました。これもプロップマンで、タンデムステップですね。はい。3XP のタンデムステップを取り付ける加工をしてもらったおかげで、まあ、いわゆるこうボルトがあってですね。はい。で、そこで固定できるようになりましたので、このあたりもかなり安心になりました。
さてさて、あとはこのそれぞれのですね、施工の塩梅を、林道ツーリングで、確かめなきゃいけないと。まあ、例えば、ずっと走行してても高速道路とかで走っててもですね、ナンバープレートのあたりにこうひびが入ったりしないのかとか、本当に着脱は容易なのかとか、はい、いろいろと、まあ、確認したいと思います。ありがとうございました。